おしっこ行ってこよう。おしっこ行ってこよう。やります。あんこちゃんを起動しました。あ、サブ。サブサブサブ。昨日よがだいぶマシだけどな。寒さな。ということで、今回の、企画。昔、前からもう、練りに練って。1個目さんいらっしゃい。練りに練って待ちに待ったこのウィスキー。ディープブレンドってうまいですか？うん、ディープブレンドうまいよ。こっちが新しいやつ。こっち古いやつ。で、今こっちしかもう売ってないんです。あのね、こっちしか売ってないんですよ。で、ラベルがね、まあ、変わって、で、中身変えてませんよって、日課ウィスキーが、ね、言っておられますけども。先ほど俺が、もう動画に撮ったんだけど、こっちとこっち、どっちがうまいかって、味変わったか変わってねえかって、やったんです。やっぱり、味変わってて、こっちの方が美味しかった。こっちの方が、あんまり、ピート感じない。ピート香、燻製香、変わんない。リッチブレンドよりうまいですか？あ、リッチブレンドはまずいよ。リッチブレンドあれは、あんま美味しくない。俺の個人的にはね。だから先ほど、やったんですけど、こっちが俺的に四つ星。こっち五つ星です。こっちはですね、昔、一年前ぐらいに、売ってたんですけど、こっちがね、値段1200円ぐらいなんです。こっちは今もう1400円です。値段が200円上がって、なおかつ、風味が、弱くなって。ただし、風味が弱くなってるんですが、角瓶はですね、サントリーの角瓶って売ってるでしょ。あれに比べればね、全然美味しいです。角瓶ね、1400円くらいするんですよ。こっちと同じ値段するんですけど、こっちの方がはるかに美味しいです。角瓶はダメです、あれ。あれ、オワコンです。
あれサントリーのあの、サントリーはクソ、サントリーはクソってことです。サントリーはゴミカス、ゴミカス企業ってことです。はっきりわかるな。いかにお前、日華ウイスキーがありかしまともな会社だかわかるわ。ということで、今回、先ほどストレートでテイスティングしたんだけど、あの、今度ハイボールで。あ、売ってる売ってる。あの、4個目さんいらっしゃい。ヤフオクで買えば売ってるわ。ヤフオクで買えば売ってるわ。売ってる売ってる。ヤフオクであの、安く売ってるぞ、多分。もしくは、あの、そこら辺の、あの、酒屋。古い酒屋とかに売ってるわ、これ、こっち。古い酒屋行けば売ってるよ、多分。だから、こっちの方が美味しいです。こっちの、あ、違う、こっちの方が美味しいですけど、こっちも美味しいです。だから、まあ、買う分としては、あの、こっちでも別に美味しいです。ただ味はやっぱり変わってたっていうことです。まあ多分原酒不足なんだろう。おそらく。サントリーも日華ウイスキーもあれだよ。原酒不足なんだって。じゃあハイボール飲みましょう。ハイボール。ハイボール飲もうぜ。もしかしたらハイボールで飲んだら、ちょっと、なんかあるかも。もしかしたら。ワンチャンちょっと変わるかも。ワンチャン美味しくなったりするかもわからん。一応、まあ俺のコミュニティにいるやつは大体あの酒飲みだから。
酒飲みガチ勢だな。意外とね、女とかでもいるんですよ。女性のね、酒飲みって意外と、いないように思われて意外と いたりするんだ。マジで。意外といるんだわ。こっちが新しい方、こっちが古い方ね。まずは新しい方、カンピー。薄いな。では古い方完璧。大して変わんねえ。うん。あれだ。薄すぎてよくわかんない。薄すぎてよくわかんない。あ、でもやっぱこっちの方が、こっちの方がうまくねえな。こっちの方が濃いわ。味。これあれだわ。これあれだわ。やっぱりあれだわ。変えたな。日課ウイスキーも原酒不足であれだな。あれしやがったな。何が気に食わねえってさ、何が気に食わねえってさ、あのさ、ラベルだけ変わりましたって言ってさ、中身特に変わってませんってさ言っといて味が変わってるパターン、そのなんか、そのクソみたいな、その根性よ。根性というか、そのねえ、多分にわかばっかりだから分からへんやろみたいな。ウイスキーのあのマッサンからあのブームに乗ったあのにわかのね、人間どもだから分かりゃしねえだろみたいな。そんな感じやで、絶対。
違うわ。ごこめさんいらっしゃい。舐めてんのか。せやで。結局あれやで。なんでもかんでもさ、富士山麓もそうだけど、キリンビールの。キリンの富士山麓あれ、終売したやろ。あれももう味変わっとんだよ。普通に。昔からもう味変わっとるからな。ラベル変わってさ、ね、なんか味変わってないです、的な感じだけど、明らかに変わってるからね、あれ。あんなバカでもわかる。それ以降買ってねえもん、だって。それ以降買ってねえもん。明らかにまずくなってて。買ってねえからな。まあ結局にわかが多いんですよ。ウイスキーをね、好きな人ってね、マッサンの影響でね、バカな人間が多いから。どうせわからんやろ、的な。そんな感じや。すべては元凶はマッサンです、ね。他にもいろいろあるぞ。酎ハイだったらさ、焼酎ハイボールのドライ。あれ、明らかに味変わっとんで。で、電話したんですよ。クレームしたんですよ。焼酎ハイボールのドライ、明らかに味変わってますよねって言ったら、いえ、成分は一切変えておりませんって言い切ったからな。サポート。あれ、バカでもわかるぞ、味。焼酎ハイボールドライのマニアだったのに。俺すっげえ焼酎ハイボールのドライ好きだったのに。あれ以降、新しくなって以降、クソまずくなって、二度と買ってねえもんだって。よくもまあ、あそこまで脳をさ、働かして嘘つくよな、結局。そう思わん。ムカつかない？なんか。しれっと嘘つくの。あれすごいな、変わりようは。本当に、焼酎ハイボールドライは本当に、すっげえ変わったわ、あれ。とんでもなく変わったね、味が。宝酒造は俺のさ、かなりお気に入りのメーカーだったんだけどね。まあそれでも、まあ未だにあれだけど、普通に飲んでるけどさ。宝酒造のドライはまずくなったけど、まあ、レモンは特に変わってないんで。レモンは普通に飲んでるけど。あれは、あれほど変わったのはないね。もうあそこまでやられるともう、はぁですよ。だから、もし結局事実、味変えてないっていうか、配合とか一切変えてないっていうんだったら、逆に、ね、まあそれが本当だったとしてもですよ。ジャックダニエルうまいぞ。6個目さんいらっしゃい。ジャックダニエルは美味しい。
だから基本的にさ、そういうさ、あの飲み物だったりさ、あの食べ物ってさ、基本的にほら、味を一定にしなきゃいけないわけじゃん。すべてがすべてその、同じ味しないと、ダメなわけよ。だからそれが本当だったとしても、あの、そこら辺の管理能力は、まあ、クソなんだろうなって。クソなんだろうなってことになるな。逆説的に考えると。まあ、どちらに転んでも、あの、ダメですね。明らかに味が変わっちゃったって。それあの、そのテイスト、なんかあるじゃん。あの、なんだ。管理職。あれ、なんつうんだっけ。ウイスキーで言うと、なんて言うんだっけ。まあ、だからそこら辺の問題だよね、結局ね。いつでも同じ味を出せないっていうのは、やはり問題だとは思いますね。食品だったりね、飲み物だったりとか。やっぱり一定の味をね、保たせるっていうのは、非常に重要な。味にばらつきあったらダメだ。あれと同じですよ。あの、ブラックニッカの ブレンダーズスピリッツ。ブレンダースピリット。あれも、明らかに味変わったでしょ。あの、古いやつの方がうまかったって。ねえ。みんな口揃えて言うでしょ。でも、おそらくサポセンにと、やったら、クレーム入れたら多分何も変えてませんっていう、おそらく。とんでもないズーズーしいというか、なんと言いますか、そういったあれだな。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。でもやっぱ冬に氷を入れたハイボールはちょっときついな。冬に氷を入れた、さあ、酒はちょっときついわ。きついな。冷たい。冷たい。冷え性な上に。暖房つけてねえから、なおさらきちいわ。今日こちら買ってきました。カンピース、ね、カンピースは美味しい。いろいろ買ってきちゃって、
昨日まで9000円あったのに、一気に、残金5500円です。でも今日いろいろ買ってきたから。あの、業務スーパー行って、行ってきたんだけど、業スーのあの餃子、冷凍餃子ね。コスパがいいらしいから、買ってきたけど。今度ちょっと食べよう。業スーの冷凍餃子。うまいらしいぞ。あれコスパ高いらしいぞ、あれ。本当に。噂に聞くと。あと今度あれだな、業スーで、あれ買ってこいよ、米。無洗米。ちょうどね、そっとなくなってきた。米がなくなってきたんで、無洗米の、業スーの無洗米買うわ。あっちもちょっと、あれだな、レビューだな。レビュー動画をあれ、いろいろ作ろう。酒以外で餃子とかのレビューも、あの、動画にしよう。俺、基本的にめんどくせえから、あの、無洗米しか使わねえんだけど、無洗米でも、値段がね、5キロで、1500円ぐらい。のやつをいつも買ってるんだけど、5キロあると、だいたい、1ヶ月は持つな。5キロだったら1ヶ月は持つな。洗うの買ったりんだよ、だいたい。冬、なおさら冬だと思う。めんどくさいでしょ。あれ買ったりいいから、俺基本的に全部無洗米で買ってんだけど。まあ5キロあればだいたいね、1ヶ月はまあ間違いなく持つ。間違いなく持つ。下手したら2ヶ月ぐらい持つ。下手すると。下手すると2ヶ月ぐらい持つ。まあ、毎食、食ってれば別だけど。毎食食ってれば別だけどな。今度、業スーの無洗米買ってこよう。なんでもちょっと、食べてみないとわかんないから。実際ちょっと食べてみないとわかんないからな。ああいうの。まあ、行数はいいっすよ。本当にあの行数は、すっげえ安いからな。マジで。豚肉の細切れとかさ、冷凍のやつとか、普通にうまいからな。普通にうまいじゃん、あれ。普通に。多分あれなんだろうな。中国産とかなんだろうけど。
まあ、別にいいや。中国産だなと別にいいわ、もう。どうでもない、別に。中国産だろうとな。ああ、あのね。あの、金持ちはね、あの、そこら辺選べるんですよ。国産、国産とか、国産で有機栽培とかさ。な。なんだっけ。なんとか石。あ、成城石な。成城石とかで買うねん、ああいうの。成城石。あの、とんでもない高い、高いスーパーな。あのスーパーよ。あそこで買うね。普通の、あの、セレブは。成城石井何回か行ったことあるけど。あれ、あれ酒とか売ってんだよな。酒すげえ。種類割と豊富なんで。まあ、俺基本酒しか買わねえんだけど。いっぱいあるな、あの値段高いのが。まあ、足立区なんで、基本、あの、金ない人間しかいねえから。金ねえ、あの、人間しかいねえから、正常石井みたいになるんだけど。お、まんまんさん、1000ポイント広告ありがとうございます。第4くらいにランクインしました。お、良いです。今日それガチャ回してね。ガチャ回すか。ガチャ5000円ぐらい当たってくんねえかな。なにこれ。ニコ生ちゃう、広告ガチャ回そう。これ俺のあの収入に関わってくるな、これ。マジで。うわ !100 ポイント、うわ !100 ポイントしか当たらない。まあ、いや、とりあえず俺の自分のあの動画に広告しとこう。これ俺のマジに、あの、あれだから。1ヶ月のあの、だいたい、このニコニコ動画で収入が2500円ぐらいあるからな。マジで。YouTube の方の動画が1ヶ月3000円ぐらいかな。1ヶ月3000円か5000円ぐらい。最近、割かし上がってきたけど。3000円から5000円ぐらいもらえる。だから1ヶ月だいたい5000円ぐらいはもらえる。俺の中だと。俺のあれだと。でもあれだよな、あの、ニコニコ、まあ、ニコニコだけじゃないけど、まあ、YouTuber とかさ、まあ、いますからね。めちゃくちゃ稼いでる人いるからな。1ヶ月、
あの、ニコ生でやってる、あのチャンネルとかで、やってる人とかも、1ヶ月ね、うん百万とか、うん百万とかもらっとるから。あ、1000ポイント当たった。1000ポイント当たったぞ。1000ポイント当たった。やったぜ。これ小遣い稼ぎですね。俺のニコニコ動画とあの YouTube 動画はまああれだ。小遣い稼ぎだ。あの高校生の小遣いぐらいの、小遣い程度の稼ぎしかない。まあそれでももらえるだけまあマシで、俺みたいな底辺の人間でもわりかし、まあ YouTube の場合確か1000人チャンネル登録者数が1000人以上じゃないとあの1円ももらえねえからな。今だいたい2500人ぐらいな。チャンネル登録者数が、あの、すごい、確か1位の人が5000万、チャンネル登録者数5000万ぐらいじゃなかった。それから算出すると多分1ヶ月5000万ぐらいもらってる。年収が確か14億円らしい。年収14億円らしい。年収14億円ってことは、まあ、最低でもあれだね。1ヶ月あたり1億円以上もらっとるな。1億5千万ぐらいもらってる。1ヶ月でお前1億5000万だぞ。とんでもなくない。あ、え、牛めしさん300ポイント広告ありがとうございます。お前考えてもみろ、1ヶ月1億5000万もらってんだぞ。あのどこだっけ、一番世界の YouTuber の1位の人が1億5000万やで。基本的にその人があの動画上げてんのはあれゲーム配信動画。ゲーム実況プレイ動画で。とんでもなくない？で、最近分かったこととして、あの、YouTube のあの、いいねと悪いねってやつ、あの、グッドボタンと、牛めしさん300ポイント広告ありがとうございます。あのさ、あの、グッドボタンとバッドボタンあるじゃん。あの、皆さんね、あの、まさかね、俺の動画ほとんどバッドボタンばっかり押されるんですけど、あのバッドボタンが多いと俺の収入が減るらしい。割合で減るらしい。グッドボタンよりもバッドボタンの方が多いと俺の収入にあの差が出るらしいな。ずっと未だ、あの、ずーっとさ、あのグッドボタンとバッドボタンってあれ、ぶっちゃけその収入とかに関係ないとかって言われてたんだけど、なんか公式が、YouTube の公式が、なあ、あの、バッドボタンは、ね、収入が減るってこと言っとったからな。
だからじゃあお前バットボタンって一体何なんだって話よ。ぶっちゃけ。結局さ、まあ、ヒカキンとかもそうだけどさ、有名人になればなるほど、当たり前だけど、アンチも増えるんですよ。アンチ。だから、それでさ、アンチがさ、協力してさ、バットボタンばっかりバーバーバーってさ、で、押して、それで、まあ、評価下げたりとかって、のあるらしいんだけど、だから、評価が、バットボタンが多ければ、その収入が減るわけですよ、その人の。ということは、広告ってか、その、うっぷ主に対して、バットボタンってのは、悪い。はっきり言って何のメリットもないってデメリットしかないわけでしょ。デメリットしかないわけです。じゃあ一体誰がメリットがあるのかって話。YouTube にもさ、その YouTube の運営側もさ、多分バットボタンってある意味あんのかって話よ。バットボタンを押されることによって、その、不利益が生じるのかって話ね。おそらく答えはノーなんです。だから誰も多分得しないですよ。だからバットボタンを今、減らそうとかね、なくそうとかっていうのが今、言われてます。だから誰が得すんのって話。ぶっちゃけた話ね。一体誰が得すんのかって、バットボタンっていうのがそもそも、だからツイッターだといいねしかないじゃん。悪いねはないでしょ、ツイッターで。ハートマークのいいねボタンぐらいしかない。いいねとリツイートとあとコメント残すか。この3種類しかないですよ。バットボタンないんですよ。で、YouTube はバットボタンだよね。あれ何の意味あんのかな、マジで。あれ、存在意義がない気がする。何の意味があるのって話。だって誰も得しないでしょ、多分。だからあのボタン自体ほぼほぼ意味ないんじゃねって話。で、今、世間が騒がれてますけども、それで。よく、バッドボタンとかでね、押されて、低評価、だって、うっ主からしたら、バッドボタンの数が多かったら、精神的に、病むでしょ。うわぁ、バッドボタン多いわって、なるべ。で、おまけに収入も減るわけだ。ということを考えると、全くもって、誰も得しないっていう。うん。まあ、得するのは、その、バットボタンで、ねえ、減ったーって、収入減ったわー、やったー、ざまー見やがれ、みたいな。それ、アンチしか多分、メリットないよね。まあ、いわゆる嵐みたいなもんだな。まあ、嵐です。簡単に言うと嵐です。だから嵐にメリットがあったとしても、それは嵐という時点でそれをねえ、嵐っていう行為自体を助長してるよね。うん、バットボタンがあることによって。嵐をまさに助長してる。それは一体いかがなもんか。俺もよくYouTube のコメントとかでね、来るんですよ。死ねとか、死ねとか頭悪いなとか、不細工だなとか、不細工だなとかさ、15個目さんいらっしゃい。ニート歴は3年ぐらい。
ニート歴は2年ぐらいか。でも人生でニート歴で考えたら、俺高卒だから、高卒から考えるとニート歴6年ぐらいちゃうか。結構な間ニートだったかな。だってぶっちゃけな話、高卒で入ったさ、正社員をさ、1年半で辞めてさ、ニート中のお金はあれですね。あれです。援助交際。あれ、援交で逆援交してもらってるんで、もらってますよ。逆援交です。ママ活ですね。ママ活。いわゆる今のパパ活との真逆のあれですね。ママ活って言ってそうそうそう。40歳以上の人で、マダムの人と、ラブホ行って、あれなんですよ。10万円ぐらいポンとくれるの。マダムの人とね、付き合えばね、ポンとくれるわ。マジですごいからな、マダム。俺全然年上の方が好きなんで、全く問題ないですけど。50歳とかでもね、マダムはね、マジでね、とんでもない。とんでもない、インランなやつが多い。マダムはね、やり方ですか。まず、出会い系サイト。出会い系サイトに、登録する。でもって、もう希望年齢を40以上にするんですよ。普通だったら20とか、普通希望年齢とか20ぐらいとかにすんじゃん。18から25ぐらいにするでしょ。俺はもうそこを、もう断ち切って、あえても40から上。40以上にするんですよ。で、そうするとね、すごいぞ。女ってね、40以上になるとね、半端なくて性欲が上がるらしいんだけど。すごい。とにかくすごい。バーってきますよ。で、あれですね。うん。そこら辺のラブホでさ、待ち合わせしてさ。いや、わからん、それは。うん。それはわからへんけど。まあ、上に行くにつれて、性欲が強いらしい。女は。だからそういうやつを捕まえて、セフレにすんねん、とりあえず。セフレにして、マダムみたいなやつと、セフレになって、そうすると一週間ごとぐらいに、連絡が来て、今日やりませんことみたいな。今日10万払うからやりませんこと個別で10万で、やりませんことって言ってくるわ。で、いいよって言って。じゃあ、どこどこで待ち合わせねって言って。例えば、ラブホ街の、上野とかで、上野駅とかで、待ち合わせして、20個目さんいらっしゃい。働きながら、教室行くの普通なんじゃねえの？コアな技術、とやらお前、これあれだな。これあれだ。これ、この人はね、意味不明さんっていう人です。
俺の生放送にね、よく出てくるんですけど、いきなり意味不明なことを、羅列して帰ってくるんです。もうあれですね。ほっときましょう。今何でもあるからな、マジで。今の時代すげえぞ。アベマ TV で見たんだけど、ショートピースもありますよ、これ。じゃあ、ショートピースで缶ピース。缶ピース。今の時代すごくてですね、なんと、お金を、あげるとか、おごるっていうのあるじゃないですか。ツイッターでね、おごられ屋って人がいて、おごってください、みたいな。募集するんですよ。そうするとね、来るんだわ。プロのおごられ屋がいて、飯とかおごってくださいって言って募ると、おごってあげますよっていう人がいて、おごってくれるらしい。とんでもねえ世界。まあ簡単に言うとあれはカンパですね、カンパ。どっかで出会った、待ち合わせして、で、店に行って、でそれ全部おごりますよって言って暮らしてる人がいる。しかもその人結婚してるんですよ。結婚しててね、結婚して妻もいるんですよね。そういう外国人の妻がいる。とんでもねえ世界だ。とんでもねえ世界だな、マジで。多分ググればわかる。プロおごられやーってのがいる。マジで。これ本当の話。だから多分ね、おごりたいっていう人間がいいんだよ。結局。金持ってて、おごりたいっていう、なんか欲求の人。おごることによって自分の自尊心が満たされるみたいな人がいんねん。だからそいつらを募って、実際にそうやってき、暮らしてる人がいるらしい。終了まであと5分になりました。終了しました。とんでもねえ世界だ。やっぱそういうあれもあるね。結局おごったことによって自分の自尊心が満たされんねな。そういう人いるじゃん。例えばたまにそういう人いるだろな。そういう人がいるんだよ。まあ、これを、ね、まあ、どう捉えるかはあなた次第ですけど。まあ、まあ、結局ほら、どっかさ、募金とかあんじゃん。で、募金とかして、自分はいいことしたわーって言って、その自尊心が満たされんねんな。だからそれで、幸福感が得られるからそういうことをしてる。っていう人がね、いるんです。この世の中に。
世の中にはこういう人がいるんですよ。だからそれを世の中捨てたもんじゃねえねって思うか、もしくは、うわぁ、この世の中マジ腐ってるわ、みたいな。って思うか、それはあなた次第なんですけど、まあ別に俺は、逆に、ねえ、いいことだと思います。例えばの話、そこら辺でさ、ホームレス、まあ、東京だとホームレス結構いるけどさ、その人にさ、1万円渡してさ、使ってくれ、っつってさ、それで、こう、まあ、募金みたいなもんじゃん、ぶっちゃけた話。まあ、募金だわな。募金感覚です。まあ、実際いるからな。ホームレスなんてわりかしそこら辺にいんねん。俺のあの近場の駅のあの綾瀬駅っていうところにもいるけど、あの高架下の、ね、まあ大阪とかもいっぱいいるけど、よくあんなクソ寒い、東京だからっつって、あれだぞ、冬クソ寒いぞ、マジで。超寒いからな。下手したら新潟が寒いから。最低気温、新潟って、雪降るイメージあって寒そうなイメージあるけど、ぶっちゃけた話、マイナスに行くことなんてほぼほぼねえんですよ。一年で、冬の時期にマイナス1度とか、マイナス2度とか、そういった氷点下になることって、まあないんです、あんまり。日数的にね。違う、一年通してそんなにないんです。まあ、2、3回ぐらいしかないんです。でも、東京はね、結構行くんだわ。結構マイナス行くんだよね。うん。ただ、マイナス行ったとしても東京って基本的に、道路とかそんなに凍らないんですよ。なんでかっていうと、新潟だと消雪パイプっていうのがあって、道路の真ん中に水をね、バーって出す機械があるんです。雪国ならではの機械があるんです。それで氷を溶かすってやつなんだけど、ぶっちゃけた話、逆にそれが凍るっていうね。それがバーって出て、マイナスとかに行くと、それがピキーンって凍るんですよ。で、凍ったことによって、まあ、アイスバーンになったりとか。ね。っていうのがあるんです。だから、消雪パイプっていうのはあれ、意味あるのかって話になる。まあ、なかったらなかったで、まあ、雪とか積もって、行けなくなるのかな、あれな。やっぱなかったらなかったであれなんだろうね。問題になるかもわからない。ということで、ちょっとトイレ。
ドリドリ。今日のお天気を見てみましょう。東京。多分ね、新潟はね、あれなんだよ。新潟はね、よく雪が降るんですよ。だがしかし、じゃんじゃーん、マイナスに行くことは、結構あるな。あれ結構あるな。今年あれだな。結構あるな。マイナス1度。マイナス1度、マイナス2度、マイナス3度、マイナス2度。おい、嘘だね、これ。マジで？あれ、おかしいな。意外と東京の方が寒かったりすんだよ。そうでもないな。今年結構寒いんちゃう？東京はね、最高気温は、新潟よく暖かいんですけど、最低気温が意外と低かったりする。うん、ただ雪全然降らねえから、なんか感覚的に、なんか新潟の寒いんじゃねえ的な。いや、寒いんですよ、それは。昼間は寒いんですよ。昼間は寒いんだ。確かに。ただね、意外と結構マイナスいくんですよね、東京も。なんでなのか知らん。まあ、雪降らないだけ、まあ、マシみたいな感じ。あ、でもあれだ、新潟よ、マイナス4度とか行くわ。あとあれだな。新潟と東京の違うのは、本当に東京を住んでみるとすっげえわかるけど。新潟とんでもない。23個目されましたね。モンキーショルダー。何ですかそれ。モンキーショルダーって何？初めて聞いたんだけど。新潟はね、とにかく雨と雪、曇り、ここら辺しかない。晴れの日はほぼないんですよ。東京来たらね、すげえぞ。晴ればっかり。晴れしかねえ。曇りもほぼね、晴ればっかり。雨はね、一週間でね、一回ぐらいしかない。新潟3回ぐらいあるから、普通に。東京よかね、はるかにね、雨が多い。新潟は。うん、そうだね。まあ結局そうなんですけど、基本的に、一番雨が降水量が多いのは、石川県ですね。富山の石川県、富山のあたりにある石川県ですね。あそこが一番降水量が多いらしい。雨が降りやすい。てか、ほとんど雨しかない。東京はね、全然雨降らねえ。マジで。すげえと思ったもん。東京来て一週間全部晴れとか、ザラだからな。すげえなーと思ったね。うん。富山、バーボンですか？バーボンはあれだな。ハーパーですね。IW ハーパー。もしくは、ジャック・ダニエルか、もしくは、エヴァン・ウィリアムズ。エヴァン・ウィリアムズ。もしくは、あれなんだっけ？黄色のやつ。バーボンはエヴァン・ウィリアムス。あ、メーカーズマーク、俺大嫌いなんだ。メーカーズマークとね、あれ大嫌いです。ワイルドターキー。
あれ嫌い。あれは嫌いです。あとジムビームも大嫌いです。これ買わない方がいい。バーボンでね、世界で一番売れてるね、ジムビームっていう、ジムビームはね、マジ買わない方がいい。これクソまずい。とんでもない。ワイルドターキーはね、きつい。個人的に嫌いなんです。あ、アーリータイムズの黄色が好きです。まあ、バーボンはね、基本的にね、そんなに飲まない。そんなに好きじゃないんだけど。うん。ハーパーはうまいな。ハーパーとエヴァン・ウィリアムズあたりは、違う、アーリータイムズあたりは本当に美味しい。ハイボールにすると美味しいね。大体ハイボールで飲むんです。大体ハイボールだと、美味しいんですよ。特にハーパーはものすごい美味しい。ハイボールにするとすっげえうまい。あれ、ハイボール限定だな。ハーパーはもうハイボール専用の、バーボンですね。ほぼ間違いなく、個人的には。エヴァン・ウィリアムズの12年。エヴァン・ウィリアムズの12年か、俺買ってないな、多分。多分買ってないな。赤いやつ。あれで見よう。うわ、フォアローゼズも大好き。俺、フォアローゼズすっげえ好きなんだ。バーボンでね、しかも安いでしょ。フォアローゼズの一番安いやつ。あれ普通にうまいんだ、あれ。香りがな、バラの香りみたいなのすんね。美味しいぞ。値段も1000円ぐらいで買えるしな。あ、エヴァン・ウィリアムズの12年買ったことねえわ、これ。いい。こんなんあるんだね。いや、俺はいいわ、これ、別に。俺は、バーボンあんま好きじゃねえんだ、大体。そもそもあんま好きじゃねえんだ。甘いからあんま好きじゃねえんだ。俺スコッチ専門だから、大体。大体スコッチ専門なんだ。アーリータイムズのブラウンラベルはうまくなかった。これは美味しくない。これダメだ。ラフロイグ大好きですよ。ラフロイグもそこにありますからね。そこに。これちょっと安いやつ。これラフロイグのセーフトカスクってやつなんだけど、あんまり美味しくない。ラフロイグの12年が一番、違う、10年か。ラフロイグは10年が一番うまいっていうか、まあ、それぐらいしか買ったことない。実験でこのセレクトカスクってやつを買ってみたら、こっちの方が安いんで。買ったんだけど、やっぱりラフロイグ10年の方がうめえなって、思いましたね。スコッチウイスキーで個人的に一番好きなのは、うん。俺が多分一番ウイスキーの中で好きなのが、もういろいろ飲んできて一番好きなのがね、マッカランですね。マッカラン12年が一番目と。あくまでこれ、俺理論。マッカランはね、とんでもなくうまい。まあ値段は高いんだけどさ。マッカランはとんでもなくうまいな。あれとんでもねえわ。間違いなく。とんでもねえわ。ダブルカスクが出てるね。あ、ダブルカスクが出てるんだ。マッカランはな。うまいよな、マッカランはな。マッカランが今、値段いくら？割かし安くなったんじゃねえか。マッカラン。マッカラン割かし安くなったんちゃうの？あれ、ウイスキーが。マッカランがね、値段7000円ぐらいだもん。
6800円。アマゾンで6800円です。わりかし安くなった。マックプランは12年でも6500円くらいでしょ。うん。昔ちょっと高かったね。8000円くらいな。8000円くらいしたね。わりかしこの値段がこう、時期によってわりかし値段が変動する。円高ドル安とか、ね、円高ドル安とか円安ドル高とか、マッカランはうまいね。うん、マッカランは多分個人的に一番うまいと思ってるな。あと残念だったのがボーモアの12年。ボーモアがクソまずくなって二度と買わなくていい。ボーモアの12年が昔好きだったんですけどね、今のラベル変わってからすっげえまずくなって二度と買わなくていいわ。これ死ねって言うレベル。死ねえ、お前。ボーモア大好きだったのにクソまずくなったからな、ほんとに。クソまずい、あれ。頭おかしいと思う。ボーモアね、昔うまかったんですよ。10年前ぐらいが。10年前ぐらい、ラベルが変わったんですよね。で、ラベル変わったのに味変わってねって言ってるくせに、むちゃくちゃ変わってるんですよ。それが腹立たしい。二度と買わん、あのクソまずい。死ね。ボーモアむちゃくちゃうまかったんだよ、昔。昔っつっても、まあ、そこまで昔じゃないぞ。5年前ぐらいだぞ、お前。ラベル変わったの5年前ぐらいね。ラベル変わったの5年前ぐらいなんですよ。でね、新しいラベルのやつ実験で買ってみたんですよ。クソまずくなってる。俺がもう今まで飲んできたウイスキーの中で一番うまかったと思って、うまいボーモアがね、それまでずーっと大好きだったんですよ。クソまずくなった。クソまずくなった。腹立つわマジで。あとこのサントリーウイスキーのね、山崎とか響き、これぼったくりです。これ買わない方がいい。死ね。こいつらももうただのあれだよ。山崎とか白州とか響きとかっていう、そのさ、ブランドがさ、もうブランド力なのよ、結局。ブランド。よくあんじゃん。高級ブランドとかさ、ブランドのさ、なんか、服だったりとか、なんか、カバンだったりとかさ。あれ、ただのあれ、ブランドだけだぞ。全然うまくない。実質飲んでみると全然うまくない。あ、これとかな。フロムザバレルとかすげえうめんだ、これ。これフロムザバレルうめんだ、これ。これうめんだよ。このフロムザバレル値段まあ高いけど。値段高いけど、これあれ、フロムザバレルうまいっすね。あ、ブナハーブン。あ、飲んでないな。アイラウイスキーだとね、一番好きなのはあれだな。そこにあるんだけど、ラガブーリンですね。ラガブーリン。ラガブーリン16年ぐらいが一番アイラあたりだとうまいな。もしくは、カリラとか、あたりが美味しい。とは思います。俺はね、ラガブーリンはあれですよ。スモーキーな。スモーキーフレーバー。これラガブーリン確か、アルコール度数が、高かったような。あ、アルコール度数 43%。これ美味しいんで、もったいないんであんま飲んでないんですけど。これ久々に飲もうかな。ラガブーリンが値段8000円ぐらい。8000円ぐらいかな。十分美味しい。あ、ラガブーリン16年、これ6781円で売ってる。うん。安い。
あとあれだな、個人的に大好きなのが、あ、どっか行ったな。なんだっけ。なんだっけ、あのクソうまいの。今、パイラでストックしてるのはアドベック10年です。ああ、アドベック10年。タリスカーがうまいね。タリスカー10年がとんでもなくうまい。これコスパすげえ高えな、これ、ほんとに。あ、値段が4178円で、これ、タリスカーとんでもなくうまい。コスパが非常に高い。これクソうまい。タリスカー10年は、値段4000円ぐらいなのに超うまいもん。すげえパンチくるんですよ。タリスカーは。タリスカーね、すっごいパンチがある。すっげえね、ブワーってくんのよ。アルコール度数 46%。まあ、アルコール度数も高いんですけど、あのね、アルコール度数じゃなくて、だけじゃなくて、ものすごい風味がものすごい強いんですよ。ラガブーリンよりはるかに強いんで、スモーキー感がね、ピート香がね、ピート感が半端ないね。これはもう、一押しですね。そうなんだ、わら。これ一押しですね。個人的に、スコッチウイスキー。だと一番、コスパが高い。これ、あれだろ、タリスカーってこれ、どこだっけ？スカイ島だっけ？スカイ島だよね。スカイ島っていうところです。スカイっていう島がある。スカイ島の、蒸留所。まあ、ウイスキーもいろいろありますよね、本当に。まあもう基本的にスコッチしかもうあんま飲まないんだけど。スコッチは安定して大体うまいから。安いやつでもうまいんだ。スコッチは。甘いの嫌いなんで、バーボンは甘いんで嫌いなんですよ。バーボンはね、ちょっと甘いんだわ。甘いのがダメなんだね。今度タリスカー買ってみよう。買ってみてもいいと思うよ。あとはジョニーウォーカーとかも大好きですね。ジョニーウォーカーのレッドラベルが一番なんかハイボール要因でコスパが高いとは思います。うん。ストレートで飲むとそんなにピートコか、感じねえんだけど、ハイボールにすると割かし、ピートコも感じるし、美味しいんです。ジョニクロは好きですよ。ああ、ジョニクロね。ジョニクロはね、まあ美味しいです。ダブルブラックも、まあ美味しいです。けど、グリーンも買いました。ジョニーウォーカーグリーンラベルも買ったんですけど、全く味の、方向性が全然違って。すごいなと思った、逆に。だってさ、ジョニーウォーカーレッドラベルがあって、黒ラベルがあって、ダブルブラックがあって、その後にグリーンラベルなんですけど、グリーンラベルがもう、ダブルブラックから一変して味がもう全く逆方向にいた。ピートコーはまるで感じない。とんでもないスモーキーさが1ミリもなくなって、その代わりフルーティーな感じ。ジョニアオが欲しいけど高いから手が出ない。もうジョニアオ欲しいわ。ジョニアオはもうマジで俺個人的に、ジョニーウォーカーの大好きなんで、ジョニーウォーカーのブルーラベル欲しいな。まあ多分死ぬまでに一回ぐらい、おそらく飲みますよ。ジョニーウォーカーブルーラベル。あれ値段が12000円ぐらいでしょ。欲しいね。スコッチウイスキーのブレンデッドウイスキーでしょ、あれ。あれシングルモルトじゃねえんだよ。
ジョニー・ウォーカーシリーズはシングルモルトじゃなくて、ブレンデッドウイスキーだから。ブレンデッドウイスキーで、非常に美味しいって。基本的にシングルモルトだったら大体うまいんだって。だからそれをね、ブレンデッドウイスキーで、そのシングルモルトをこう超えるみたいな。まあすごいですよ、ね。やっぱり。まあ、うん。まあいろいろとあると思います。まあ俺、ジョニアは死ぬまでに一回は飲みて。ジョニアは死ぬまでに一回多分飲むと思う。個人的に。ただその前に言っておきたいのは、ジョニーウォーカーのなんだっけ、段階踏みたいんですよ。ジョニーウォーカーの棚の奥にグレンリベット18年が寝てるからいつ開けようかなと思ってる。あ、グレンリベットはうまいですね。グレンフィニックはうまくないけど、グレンリベットは美味しいんだわ。グレンリベットは個人的に、終了まであと5分になりました。すげえ好きなんだけど。延長しました。30分延長しました。グレンフィニックはうまくねえんだわ、あれ。シングルモルトのくせに。あ、大してうまくねえんだ。グレンリベットの方が個人的には大好きなんです。ジョニー・ウォーカーのゴールドラベルとか、プラチナラベルってあるでしょ。あそこら辺をちょっと経由して、で、最後にこうブルーラベルみたいな。っていうの行きたいんだよね。え、フォアローゼズこんなに高いの？アマゾンで1885円もするんだよ。高っ。1000円ぐらいで買えただろ。カリラとかね。カリラとか。あと、イチローズモルトもちょっと気になってはいるね。イチローズモルト。有名な。まあ、イチローズモルトもあれだな。死ぬまでに一回ぐらい飲みてえな。どんなもんかな。グレンファークラスはまずかったな。グレンファークラス、それ飲んだことないな。イチローズモルトのね、やっぱほら人気でしょあれ。とんでもなく。とんでもなく人気でしょ。イチローズモルトは一回飲んでみてえよな。値段が、まあ物によるけど。高いでしょ。高いですね。1万4000円ぐらいするね。イチローズモルトの一番安いやつでも、多分、4000円ぐらいするね。ああ。イチローズモルトは高いね。でも普通に絶賛してるらしいですよ。イチローズモルトは本当に。世界的に評価が非常に高い。まあ死ぬまでにあと50年ぐらいあるから。俺が死ぬまで寿命を迎えるまであと50年ぐらいあるから、いつか飲みたいの。楽しみは取っとくんですよ。楽しみは取っとくんだよ、こういうのは。うまいものを先に食べないんですよ。俺は。うまいもの最後の最後に残しとく。これ。だから、例えばの話、関係ねえけど、例えば給食でさ、デザートがこうあんじゃん。これ最後まで残しといて、ね。バーって。ブレンダースピリット飲みましたよ。初期のやつ。そこにあるんですけど、まだ7割ぐらい残ってる。最初の。
次の年に販売されたやつはまずいっていう話ですけど、まあ俺が買ったのはもうあの初代の、あ、うまいっすよ。むちゃくちゃうまいっすよ。むちゃくちゃうまいっすよ。ああ。だいたいね、値段6000円ぐらいのウイスキーだ。あれ確か3000円ぐらいで売ってたでしょ、最初。あれ6000円ぐらいの味するね。すげえうめえ。ただ、その次の年のやつは、飲んだことないけど、初代の方は飲んだんで、非常に美味しい。値段3000円でこの価格、このコス、このうまさはやばいと思った。確かに。確かに、すっげえうまい。コスパ的に考えるととんでもなく美味しいですよ。とんでもない。久々に飲むけ。すげえ、ほこりまみれ。ほこりまるけになってる。ほら。これが、2016年バージョン。ここに2016年って書いてあるんだけど、次の2017年バージョンは、美味しくないっていう話ですね。ブレンダーズスピード。宮城郷、ね。ああ。ここには特に書いてねえけど、ほこりまみれになってる。まあ、だいたい6割ぐらい残ってる。これ洗おう。瓶を洗って飲み出して、まあ、多分今もヤフオクとかで手に入ると思うけど、まあでも高いんだろうな。ヤフオクとかでも手に入るとは思うけど、多分高いんだろうね。確か値段定価が3000円だか3500円ぐらいだっけ。自分はブレンダーズスピリッツ。ブレンダーズスピリットが定価がこれいくらやったっけ。築地スタイルで買ってるよ。築地スタイル、何築地スタイルって。値段が書いてない。築地スタイルですよ。何それ。何店。築地スタイルって店がある。定価いくら。あ、そういう通販があるの。へー。ほほー。あ、値段2500円になってよ。おい、これ2500円らしいぞ。おい、ほら、クソ安いんだけど。これが2016年。安いね。2500円だぞ。
これ定価2500円やんか。とんでもなく安くないこれ。おぉこれ。2016。あ、2500円だって。ひえー、これ2500円だぞ、このウイスキー。これだいたい6000円か、6000円ぐらいのあれか味だ。築地スタイルっていう通販があんの？聞いたことない。築地スタイル。初めて聞いた。え、安いの？ここ。ここは何？安いの？送料とかどうなの？スタイル。うん。築地スタイル。株式会社築地スタイル。え、どこそれ？ググってもなんか、通販のサイトじゃない？通販のサイトじゃないんだ。なんか、魚とかの、魚とかのあれなんだけど。小さく出てないですか？え、だって店舗情報とかしかないで。インターネット通販でしょ？通販？え、書いてないで、それ。URL 貼って、それ。URL 貼ってくれる？それ。そのサイトの URL 貼って、ちょっと。じゃあ、ブレンダーズスピリットの16年バージョン、2016年バージョン飲みまーす。ちょっともったいないから少量。久々にちょっとロックで飲むか。はじめまして。はじめまして、58個目さんいらっしゃい。ブレンダースピリットの2016年バージョン。初代。完璧。うわ。うめえ！うまいわ。アルコール度数 43%。 うまい。甘い。うん。
あ、うまい。これはうまい。文句なくうまい。もう文句のつけどころがない。これ。ロックで飲まずにストレートで飲むべき。これ。こういうね、クソうめえウイスキーはね、大体ロックにすると香りが飛ぶから、香りが感じなくなるから、ストレートで飲むんですよ。常温のストレートで飲むべきなの、これ。うん。ああ。ああ。甘い。甘くてね、ピートが効いてる。うん。ああ、これは、この味、これ2500円やで、本来。これ2500円だよ。これ実際5000円か6000円ぐらいのウイスキーの、味やで、これ。まあ、マッカランには劣るけども。これ、マッカランには劣ると思う。ビートじゃない。ビートじゃない。ピート。ピート。データン。データン子すごいぞ。ピート子すごいぞ。これはマッカランに匹敵するレベルのウイスキーが、なぜか2500円。とんでもねえ。とんでもないな、これ、ほんとに。日華ウイスキーの、あれだね。底力を見たね。それでいて、辛さとか、そういったものも、雑味も非常に少ない。うまい。うまい。辛さとか、そういったのそこまで感じない。美味しいです。これ2500円はもう、あれやわ。この味分かってたら俺絶対全買いしてた。ケースで買ってた。もうケースで買うわ。これを買ったのがもうあれなんですよ。そもそもがして俺日華ウイスキーがもうオワコンだろうと思ってずっと買わなかったんですよ。で、このブレンダーズスピリットが売られて、なんか評価が高いってことで、ヤフオクで買ったんですよ。そしたら確かにとんでもなくうまかった。とんでもなくうまかったっていうことです。まあこれは2016年バージョンですけど、2017年バージョンは、なんかあんまり美味しくないっていう噂が聞くんですけど。ビートフレンドとどうですか？ディープブレンドはね、辛い。単純に辛い。まあ、アルコール度数がこっち45度。ディープブレンドは45度。こっちは43%。まあ、2% 違うんですけど。こっちの方が 2% 低いんですけど。まあ、そのせいもあってか、やけに丸い。口当たりが非常に丸い。まろやか。それでいて、このスコッチウイスキーのデータン香のような、ピート香が、明らかに、はるかに強い。ディープブレンドも美味しいんだけど、ただ、ディープブレンドちょっと辛いんだ。ディープブレンドはね、辛いんで、その風味が、辛さによってちょっと、邪魔されるんですね。ピートの香りが。
ピート香がね、あのすげえ辛さによってあの消されるんですよ。こっちは非常にまろやかで飲みやすい。飲みやすい上に口の中にこの、もうあれだよね。これブレンダーズスピリットって書いてあるけど、これあれだからな。ブレンデッドウイスキーですよ、これ。これシングルモルトじゃねえんだよ。シングルモルトじゃないのに、この、突き刺すようなこの、ピート。ピート。な感じ。これは、ジャパニーズウイスキーとは思えない。ジャパニーズウイスキーとは思えないレベルの、このピートの強さ。これはあれだな。とんでもねえわ。明石で日本のやつは飲んだことありますか？あ、明石飲んだことありますよ。あれまずい。あれクソまずい。買う価値なし。あれ買う価値ないです。言わせてもらいましょう。あ、買う価値なし。あれ買うんだったらブラックニカクリア買った方がいいです。あれ買う価値なし。金の無駄だ。あれはもう、金の無駄ですね。金ドブに捨てたレベル。だから素直に、ハイボール用意に大体さ、そもそもウイスキーってさ、ストレートで飲む、のが今一番うめえんだけど、ぶっちゃけ、やっぱハイボールってやっぱすげえ人気あるじゃないですか。で、ハイボールっていうのは、結局さ、割かし、炭酸で薄めるわけでしょ。だからそれなりに特徴がないとダメなんですよ。割かし。こう、尖った特徴ないと、ハイボールにしても、ハイボールにしても、個性がないんで、あんま美味しくないんです。で、このブレンダーズ、じゃあ、ディープブレンド、これ。これとかは、結構、個性があるんで、まあ、こういったものをね、ハイボールにした方が、いいとは思います。うん。ブレンダーズスピリットは、これは、ハイボールは、もったいない。これもったいない。あくまで安ウイスキーということを、安ウイスキーイコールもうハイボール要因っていうことを、まあ頭に入れといて、飲むんだったらやっぱ、ブラックニカのディープブレンドはちょっと、コスパ高いですね。まあ昔売ってた角瓶の黒。黒角瓶。まあ、黒角瓶みたいなもんだ。黒角瓶もう売ってねえけど。やっぱ黒角瓶は本当に偉大だったね。ハイボールにするには本当に美味しかった。アルコール度数も 43% ぐらい。だったしね。グレンファーグラスの101だったかな。これがハイボールうまいって聞くけどね。まあ人によりけりなんですけど、
どうしてもやっぱり、あの、高いウイスキーとか、マッカランとかさ、まあ、例えば、その、ジョニーウォーカーのブルーラベルとかさ、あれハイボールにしてうまいとか言うけど、あの、ハイボールにする意味ねえんだよな。あんな。ああいうの、クソ高いやつをさ、ハイボールにするっていう、その考え方自体おかしいんですよ。そもそも。ハイボールはもう安酒、安いウイスキーで、こそ、その光ると言いますか。逆にあの高いウイスキーをハイボールにしても大して、そうね、ストレートかな。大して、幸せにはなれない。だからストレートできついっつうんだったらもうあの、トゥワイスアップで飲めばいい。1対1のあの、そこら辺の天然水。そこら辺のスーパーからあの、ミネラルウォーター買ってきて、1対1で、ウイスキー1に対して水を1入れて、あの、トゥワイスアップっていう、その、飲み方があるんですけど、あれで飲んだ方が美味しい。ハイボールに入れるのもったいない。もうあれだ。成金人間しか、そんなんやらん。あれ、バカって多分。それだったらまだあの、ロックで飲んだ方がいいな。ただロックで飲むのもあれ おかしいんですよ。ロックであの、ウイスキー冷やしちゃうと、やっぱ香りとかがあの、立ちにくくなるんですよね。風味がやっぱりちょっとあの、弱くなっちゃうんですよ。だから、やっぱり、まあ高いウイスキーは、まあ、ストレートかもしくはトゥワイスアップで飲むのが一番でしょ。まあ、というのが俺理論。いや、別にあの、別にハイボール飲む人は別にいいです。あくまでこれ俺理論だ。だからよくドラマとかでカッコつけてあのロックでとか頼むでしょ。あれはもう俺的に考えるとロックなんだよな。邪道なんです。ものすごい邪道です。ものすごい邪道と言っときながらこれね、あのラガブーリン飲みますけど、ラガブーリンロックで飲みますけどもね、やっぱ冷えちゃうとね、香りが立ちにくくなるんですよ。ラガブーリン16年いただきます。ちょこっと。もったいないんでちょこっと。もったいない病。もったいない病なんで、完璧。やっぱりあれだ、ブレンダーズスピリットというかやっぱうまいわ、ラガブーリンは。値段高いだけあって、これが6800円ぐらいか。今7000円ぐらいだ、これ。まあ16年だしね、大体ね。こう考えるとやっぱブレンダーズスピリットはやっぱこっちのうめえな。だから5000円ぐらいじゃないか。ブレンダーズスピリットのあの、うまさ的な感覚、あれを、まあ値段に表すとだいたい5000円ぐらいのウイスキーだってことや。まあさすがに負けるわ、これ。うん。あ、もうあの、ピート校が、あの、ピート校がもう半端ない、こっちの方が。で、それでいて結構、あの、口当たりもやっぱり、あの、辛い、っていうのもあんまり感じない。すげえな、やっぱな。ラガブーリンはやっぱすげえわ。ああ。ラガブーリン高いだけあるわ。
高いだけあるわ。うん、高いだけある。でもここ最近あのマッカラン飲んでないんで、たまにあれあるんすよ。あのボーモアみたいにさ、あのラベル変えました、ラベル変えただけです、あの中身変えてませんとかって言って、中身自体が明らかに味違うパターン。もしかしたらあのもうなんだマッカランもその可能性あるからな。俺ずっと飲んでねえから。わからん。マジでわからん。あとタリスカーっすね。個人的に一押しなやつはコスパが非常に高い。あの、タリスカー10年。あれが今4000円ぐらいで売ってるんで、あれは本当にあの非常にコスパ高いんで。非常に美味しい。美味しい上にあの安い。4000円の値段であの味が買えるかっていう、あの味っていうのは本当にすごいです。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。タリスカーはね、とにかくあのパンチが非常に強い。で、あの値段、あの辛い。辛いんだけど、あのパンチっていうかその、ピート効が本当に強い。うん。ものすごい強いんで。そこですね。まあ値段も値段で安いし。値段も安いし。まあタリスカー10年はちょっとコスパが高すぎるね。うん。ちょっとコスパ高すぎる。あれ買っときゃもう問題ねレベル。ぶっちゃけ。確かにラガブーリンとかさ、マッカランとかに比べたら、まあ、仕方ねえっちゃ仕方ねえんだけど。まあ、値段、まあ、うん、まあ、あんまり美味しくないって言えば美味しくないんですけど。でも、値段的に考える4000円であの味って考えると、本当にコスパ高いよ。ラフロイグとかに比べると、荒々しいんだよな。とにかく荒々しいんですね。まあ個人的に非常に一押しのあのスコッチウイスキーは、まあ、シングルモルトの、タリスカー10年。うん。これ押さざるを得ない。ああ、でもやっぱラガブリうめえな。ラガブリはやっぱうめえわ。うめえな。ここであれなんだよ、つまみにお前あのナッツ系が来たらもう最高なんだけど、つまみにナッツだな。やっぱウイスキーはナッツかチョコレートだけど、まあチョコレートで考えるともうナッツの方がいいな。ナッツ、うん、あのアーモンドとかね、ナッツ系ね。チョコレートもまあ合うんですけど。うん。
アーモンド。アーモンドとか、ね、ナッツ系がやっぱり美味しいな。合うね。ほんのちょっと、ラガブーリンとかになると、ほんのちょっと口に含むだけで、もうフレーバーがものすごい膨らむんですよ。その、がっつり飲む、その、ねえ、じゃなくて、もうちょびっと飲むでいいね。口に、ちょびって飲んで、もうフレーバーがやっぱすごい、風味が。ちょこっと口に入れて、口の中でこう、攪拌して、飲むと、ああ、うわーってなる。すげえな、やっぱり。ウイスキーはやっぱすごいな。もう晩飯を食わずに酒をひたすら飲んでるけど、晩飯俺食ってねえんだけど、今日餃子食おうかな。どうしようかな。今日業務用スーパーで買ってきた餃子があるんで、餃子食べようかな。で、餃子とかに合うのはやっぱあれなんだよ。ハイボールなんだよな。餃子。餃子とかやっぱハイボールなんですよ。唐揚げとかさ。ああいったんなんと、やっぱハイボールが美味しい。ああ、今日は久々にあれだ。酒がうまい。今日は久々に酒がうまいな。酒がね、美味しい時とまずい時って、あるんです。やっぱ日によってね、日によって結構あるんだ。だから酒って最近ほら科学的にもうさ、酒って敵を飲んでればなんか長生きするとかって言われてたけど、あれ嘘なんですよ。科学的に、一応嘘だということを証明されたらしいんですけど、ぶっちゃけた話、別にそんな長生きしなくてもいいから、普通にさ楽しいことをしてさ、なんか自分の人生なんだからさ、ぶっちゃけ楽しいことしてりゃよくねって話。俺なんてクソみたいな人生を送ってきたけど、やっぱりそのなんか楽しみとかないと生きていけねえからな。人って。人ってのは、だって生きてる意味なんて、ぶっちゃけないじゃないですか。じゃああんた生きてる意味って何なのって話よ。そんなあなたに質問されたらさ、ぶっちゃけなくねって話。まあ、ねえ、幸せだったら別にいいですけど、大体、幸せな人だったらいいですよ、別に。いや、幸せだから、生きてる意味はこの、幸せな時間を過ごすことが、ねえ、人生の意味があるって言うけど、別に俺なんて、今の今まで、ろくに生きてる意味なんて考えてなかったんだな。
もうだってぶっちゃけた話、小学生ぐらいからもうすでに死にたいと思ってた人間だからね。小学生の時からもう死にてえと思ってたもんね。死にてえっていうより消えてえって感じ。消えてえって思ってた人間だから。中学入って、あれか。中学生の時は割りかし、まともだったけど。小学生の時はもういじめられて、高校生の時もいじめられてきたからな。もうほぼほぼ毎日のように生きてる意味ねえから、消えてえわって、ずーっと思ってきたけど。まあ、人間そんなもんだな。多分俺だけじゃねえと思うぞ。消えてえだの、死にてえだのさ、思ってた人間って多分俺だけじゃねえと思うんだ。もう小学生の時から死にてえと思って来てたからさ。まあ、よういじめられとったからな。まあ、結局いじめとかってさ、加害者はさ、何にも思ってないんだよ。被害者だけね、あれなんですよ。つれえつれえって。加害者は多分自分が、そんなことしてるとかって思ってないんだよ。特に小学生とかなんで。小学生、中学生ぐらいなんで、おそらくろくに、他人の気持ちなんて考えちゃいねえんだよ。他人の気持ちを考えない。まあ俺は逆にいじめを受けたことによってその他人の痛みが分かることにそれプラスだと思ってるね。多分他人の痛みなんて分かんねえ人間とか結構いるからな。そう考えれば逆にあれだわ。他人の痛みが分かる人間となったことは、むしろあれ、プラスだと思うね。他人の痛みを分かる人間って、まあ俺の家族なんて、全然俺の痛み分かってくれなかったからさ。まあ、うつ病になって、誰もうつ病のことを理解できない。うつ病の辛さなんて誰も分からん。結局のところ、かかった人間しか分からん。でも逆に考えれば、プラスになるよね。だって自分がかかったんだから他のうつ病の人間の痛みがわかるの。これプラスと考えるべきよ。逆に。逆にこれプラスだと思うんだよ。これ何でもかんでもあれなんだよ。人間ってプラスに考える人間の方が、幸せに決まってるから。何でもそうなんですよ。俺の場合でいくと、基本的に全部、ダメな方を持ってくタイプの人間だから、上司とかに叱られると、もうずーっと凹んで、1ヶ月、2ヶ月どころか、もう1年、2年、引きずる人間だから。未だに昔高校生の時に付き合ってた、女の夢も見るもんな。未だに女の夢見るもんな。なんか、あれでも未だにちょっと納得できねえもんね。
多分あれ分かれて正解だと思うな、あれ。ああ、まあ昔あのリスナーさんが言ってくれたけど、あれ多分別れた方マシだったと、いや別れたことは正解だと思う。なんか普通にあの俺が告られた側なんだけど、さあ告られてさ半年ぐらい経ってさ、あのさなんかいきなりさメールでさ、あの好きな人ができたからあの別れてって言われてさ別れたんだけどさ、あの意味わかんないよね。ぶっちゃけた話。だってお前が勝手に好きになっておいて、あの自分から振るっていう。自分で告っといて自分から振るっていう意味がわからないよね。普通さ、好きなさ、まあ俺だったら好きな女いたらさ、まあ告ったとすんじゃん。で、それで付き合ったとすんじゃん。まあ、振らないわな。だって他の、好きな人ができたっつってさ、振ってきたわけですよ。普通そんなことしねえよ。とは思うんすよ。まあ簡単には浮気みたいなもんですよね。だから他の人が好きになりました。俺がいるんだけど他の人好きになりました。で、他の好きな人ができたから、ねえ、っていう、完全にそのもうお前の自分勝手、まさに身勝手な人間。あいつはマジ未だに夢に出るもんな、あのクソ女、あのクソ甘、マジ未だに夢見るもん。はい、ちょっとトイレ。
わさび。よいしょっと。0.9 0.6g 本当これ、0.7g、 あれおかしいな。餃子作るかな。今日の夕飯何しよっかな。まあいいや。ということで、お疲れ。